ようございます。今日は4月4日火曜日です。もう8時10分になってしまいまして、また詐欺な感じになってますんで、ちょっとこれまたね、いろいろっていうか、バシッと7時半からにしようかなって、当たり前ですねとか思ったりしてましたけど、なんかいろいろね、なんか流れがあれ、自分ファーストじゃないけど、まあまあね、ここに至る流れがありまして、なんかやっぱりなんかガチャガチャしたままやっても意味がないっていう、まあ感じですかね。なんかそんな感じでおりましたけど、まあちょっとまずおはようございます。本来7時半で始めるんですけど、いろいろとなんか流れがありましてっていう話今してましたけど、ちょっとじゃあね、おはようございます。なんか今日違う感じですね。いろいろとバタバタしておりますけど、また7時半にピタッと行こうかなと思ったりしてますが、あんまりなんかその気がないっていうか、なんていうでしょうかね、いいタイミングで始めるのがいいかなみたいなところですかね。何を撮るかですかね。そうですね、なんかそんな朝ですね。バタバタでございますけれども、なんかシタールの方が一瞬見えてますけど、おはようございます。素晴らしいシタールで、私がこの人生で聞いた中でっていうか、初めて、シタールじゃない、ごめんなさい、シタールだっけ、シタールですよね、インドの楽器、初めて、こういう音なんだって分かったっていう方ですけどね、まあそんな感じです。ぜひフォローしてみてくださいって、TEIJUKATO 加藤さん、今ちょっとしか見てないんですけど、意外と後からYouTube とかなんかで見ましたっていう、話を後からよく聞いて、ああそうだと思って、後から聞く人もいるからちゃんと喋らなきゃいけないんだって今更ちょっと思ってる今日この頃なんで、後から聞いた方フォローしてくださいねっていう感じで、じゃあちょっと始めたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。
終わりました。ありがとうございました。なんかまあ桜が散ってくみたいなね感じでしたかね。そんな朝でしたけど、特になんかまあバタバタでちょっともうちょいねしたら仕切り直すっていうかですかね。ちょっとあと1週間ぐらいこのバタバタの後またちょっと出てですかね。4月の半ばぐらいからちょっと違うフェーズに入ろうかなと思ってるんですけど、今はまあね、でもやっぱりなんか人ってね変わりますよね、感覚が。やっぱり去年こう季節が例えば桜とか分かりやすいこうその季節らしさっていうのになると、1年前2年前10年前とかのその季節のことってまとめてこう思い出すってありますよね。そうするとやっぱり全然違うところに来たなって結構なんか思ったりしますね。それだからまあなんとかなるんだなっていう、何を言おうと何か文句言おうと何しようとちゃんとこう続いていくっていうか、時は流れていくっていうか、なんかすごい今朝それをすごい思いましたね。なんか結局なんかつべこべ言ってる私とは、これがエゴなんだな、つべこべ言ってる私とは関係なく、もうなんかこう一人に一つこうなんか王道っていうか命って言ってちゃんとこう当たり前に生き続けてて、そこにいろんななんかつべこべ言ってるだけで、なんか大してあんまりだからやっぱお味噌な感じ、なんかお味噌な感じっていうのは子供たちがなんか例えば鬼ごっことかしてて、鬼ごっこがそこで展開していてルールがあってっていう中にちっちゃい子がもっとちっちゃい子がお味噌で入ってると、その子は参加してきる気満々でめっちゃ張り切っていろいろ考えてやってて挑んでるけど、なんかそのゲームのなんか展開には全くこう影響もしないし、そういうお味噌ってあるじゃないですか。そんな感じで自分の人生に本当に私は参戦してんのかなっていう感じもしたり、まあなるようになってるだけなところに、まあそれを楽しんでんのかもしれませんけど、映画に入り込んで臨場感たっぷりにあーとか言いながら、なんかどうせってどうせでもないけど、なんかそんな感じもねしなくもないというのは、なんでそういうふうに思うかっていうと、即興これも即興って言っていいか分かんないっていうか、まあ、即興なんですけど、独自の即興ですけどをやってると、本当に私と関係ないから、私とっていうかそのエゴと頭と関係ないとこで展開しているんですよ。でもなんか私だから、どっちかっていうとその命とかの方というかかなと思ったりしてましたけどね、今朝。なのでよく起きたし、本当の厳密な目が覚めた瞬間が重要っていう話を聞くんですよ。で目が覚めた瞬間っていうのは、まだエゴが緩いっていうか、まだ、寝てる瞬間っていうのは、つまり、副交感神経っていうか、命はもうなんか 全開で生きてるわけですよね。日中もそうですけど、でもいろんなお仕事をしてるって、逆にいろんな修復したりしてるけど、そこにエゴがいないっていうか、エゴがいないから私がいないから知らないわけですよ、意識がないっていうか。でそれがそっちが本当っていうか、そっちがメインで王道で私をこうやっていて、
で、あの茶々を入れてるなんか英語の方はちょっとちょうどお眠りになってて、あのいないと。で、起きた瞬間っていうのが結局あの毎朝私がこの世に生まれたところをこう疑似体験っていうか、あのしてる感じなんですよ。で、あってあって絶対になんかもうバタバタで、目覚ましバタバタって言っても絶対ある瞬間にあってなってて、目が覚めたって、私はどこ、私は誰、ここはどこ、 今はいつみたいなところが、まあ、あのを捉えると、そこがあのそのエゴのこうあれから檻から出れるポイントみたいな感じだと思うんですけど、そこでなんかいつもなんかあって思う時が多いんですけど、あのあ別れたなって今朝思って、別れたっていうのはそこ、その分離ですよね。そのもう1秒ぐらいで文句言い始めるんで、その文句っていうかなんか否定的っていうか、なんか計算とか損得とか、それが始まる、それがエゴで、それでまあいいんですけど、でなんか思ったのは、結局それがヒュッてまた日常であの戻れる時があって、一緒になる、一緒になれる、だから二人三脚になれた時がまあいい時なんだけど、二人あのそうだから即興ってそうなんですよ。即興っていうのはそこにあの日常の中で戻る、寝てる私に戻るっていうか、そんな感じなんだなって、改めてっていうか、あそういうことなんだなっていうか、そのそっちの方にあの合流すること、なんて言うんでしょうね、なんかそんな感じが今朝ねしましたけど、あのだからあれなんですよ、エゴっていうか、その私が考えている私には計り知れないものなんですよ、命って。だから頭で考えても、こうでこうでこうでこうだからって言っても、あのもうなんか桁が違うから、あのもうそれは、この浅はかな頭では、お味噌だから理解ができないから、あの信頼しちゃうしかないっていうか、だからそこら辺の疑いが強いければ強いほど、なんか勝手に離れていって、なんか自力でやるしかなくなるけど、あのその疑いがだから信頼、命の方っていうか、信頼命とか、この全体自然とか、なんか神様でもいいけど、悪いようにするはずはないっていう、なんか信頼感みたいなのがあると、あのそこに委ねられるじゃないですか。その時初めて音楽が動くんですよね。なのであのそういう感じですね。なんかコメントくださって、花吹雪って感じでした私も。WENZI さんね、あの花吹雪、心地よい空気感、新緑の季節へ、命の躍動感とかって、なんか素敵な言葉をくださってありがとうございました。すごいすごい嬉しいお言葉ですけど、これってその頭で作ってこう譜面に書いてそれを弾くと同じ音でも死ぬんですよ。それが、まあ、でもそれそこでもあのちゃんと死なないようにすることはできると思うんですけど、私の場合そこがすごいね。だからあのどんなにちゃんとしてても死んだら終わりなんで、ちゃんとする方を捨てて、あの生きてるものをなんかこうっていう方に振り切るしかないなと思ったり、そんな感じですね。でもそうするとこういうお言葉を いただけたり、だってなんか間違えたりとかしてるけど、あのそこにはそっちには誠実っていう感じですかねって言った時には、何か生きたものはあの同じ周波数というか、なんか共鳴しやすい方には届くかもしれない。すると何かいいことっていうか、
なんか1ミリぐらいお役に立てるかもしれないぐらいですかね、存在価値ってね。そんな感じのねことを思ったりしておりましたね。そんな朝でしたね、今朝思ったんですのは。そういう感じで、まあそうですね。でもまあちょっとずつ本当に変わっていきますね。だからなんか何がいいか分かんないけど、諦めないのはいいっていうか、今朝すなんかいろいろ今朝思いました。なんか昨日いろいろなんか言われたんですね。今朝思ったもう一個は、そのあって思い出したのは、本当の最初の最初の最初っていうのはもう何十年も何十二十即興のその字もないさ、20年ぐらい前ですかね。結構もうお先真っ暗な感じの時かな。なんかもうもちろんピアノももうやめよう、やめ姫のピアノいつもやめようと思ってますけど、なんかそこのある朝、本当に結構八方、まあ私の人生結構常に八方塞がりなんですけど、でも本当に八方塞がりだった時のある朝、やっぱその今さ言ってたその起きた瞬間に、なんか音が聞こえていて、でこれってどうにかなんないもんかなってチラッと思ったんですよね、そういえば。でもやっぱりその行為とを忘れないようにしておけば、別にどうにそれに対してなんか動いたわけじゃないけれど、20年経つとあの時から思ったらもう考えられないようなところにいるとかね、そういうこともあるなと思ったりしましたね。そんな朝でした。じゃあ終わりたいと思います。コメントありがとうございました。では、今日は4月の4日火曜日です。今日が素敵な一日でありますように。ありがとうございました。ではまた明日の朝に。失礼します。ありがとうございます。